Hey guys! はずこい、こんにちは、ひろちゃんです。ここ最近私なんかキャンプ系の YouTuber ですかっつぐらいなんかキャンプ用品系のことばっかり、キャンプ用品っていうか自作のロケットストーブばっかり作ってたんですけども、今日はですね、新しいロケットストーブ作りたかったんですけども、資材がちょっと一部足らないものがありまして、今日はそのロケットストーブの製作はちょっとお休みしてですね、こちらのデイズがオイル交換の時期なのでオイル交換をしていきたいと思います。このデイズはですね、動画では撮らなかったんですけども、いろんな車レックスとかやったじゃないですか、 MW のですね、レックスがですね、そろそろもう吸えなくなっちゃった、 10cc ぐらい残っちゃうからね、なんかボフボフ言ってる。じゃあ白い煙が出るかね、やってみますか。ダッチと違っていっぱい出たこれで変わってなければ多分ヒューエル1で効果があったっていうことになるけど、これで効果がもしあればね、この車はすげえやぼったい車だったから、これがもし変わったらレックスも多分効果あるんだろうなって思います。はい、でちょっとこれも試運転行ってきたいと思います。この車も実はやったんですよ。レックスをやったりとか、ヒューエル1も確かに入れました。入れた車とかはですね、オイルが通常よりもかなり汚れるらしいんですね。3000キロしか走ってないんですよ。3000キロしか走ってないから、普通だったら、うわー、これでオイル交換するのちょっともったいないなと思うぐらいの色なんですね。どれぐらい黒っぽくなってるのかっていうのをですね、ちょっと比べてみたいなと思います。よかったらね、最後までお付き合いいただけたらありがたいなと思います。そしたらね、キラーキャップが開くかどうか、まずここがオイルの入れるところが開くかどうかを確認します。でね、この辺に置いておくと絶対忘れるから、忘れても分かるように別の場所に置きます。さあ、じゃあオイルの汚れ具合がどれぐらいなのか、結構汚れてるように見える。3000キロとかだと、うわ、これでオイル交換するのちょっともったいないなっていう風なレベルなんですけど、じゃないですね。なんか、ああ汚れてますねっていう。オイルはね、ここから抜きます。今回はね、念のためフィルターも交換しようと思います。はい、普通はですね、灰をですね、取って見比べたりしないんですけど、今回はですね、見比べたいので試験管にですね、取っていきたいと思います。あ、灰をね、試験管の方に取っていきたいと思います。
当の。こら汚ねえや、すげえ。でね、廃油をですね、試験管の方にそう入れたいと思います。もう見るからにね、汚い。この車ではこの色は初めてですね。いつもうわーもったいないなって思うぐらいの色なんですけど、びっくりするぐらい黒いですね。こんな感じです。はい、ここからね、出てくるオイルが普段デイズが入れてるオイルです。3000キロ前にもここのオイルを使いました。よいしょ。はい、もともとはこの色です。前回ねフィルター交換してるんですけど、あれだけ真っ黒だとフィルターはねもう絶対目詰まり起こしてるはずなんで、目詰まり起こしてなくったとしても起こしやすくなってると思うので交換します。はい、新しいフィルターつけていきたいと思います。じゃあね、新しいオイル入れていきたいと思います。キャップを閉めて、今回はフィルター交換したんでね、一回エンジンかけます。したら油量をチェックして、よし、よし、はい、OK かな。いや、思った以上に汚れてたね、びっくり。はい、OK、完了。
はい、というわけですね、今回はこちらのねデイズの、オイル交換をしてみました。でね、ヒューエル1を入れてレックスを施工した時のオイルがこれです。これが親油と廃油の違いです。どうでしょう、この違いやばくないですか。この車だと通常こんなに黒くないです。もうちょうど中間ぐらいですね。ちょっと交換するの早すぎたかなみたいな、あともう1000キロぐらい走れたかなって思えるぐらいです。このレベルだと私のね、あの今までの経験ですけど、そうですね、オイル交換忘れてて1万キロ超えちゃったテヘペロみたいな、あのお客さんが来て抜いた時のオイルのイメージです。これは、はい、いつもねこの車交換してるオイルの色ではないですね。はい、ちょっとびっくりしました。でこの結果から分かることっていうのは、ヒューエル1とかレックスっていうのは洗浄剤みたいなものでこうエンジンを洗浄するんですけども、すすだったりとかそういうものを一緒に燃やすんですけど、その燃やしたものは排気ガスとあとはオイルに、吸収されて、汚れが落ちるみたいです。だからよくヒューエル1を入れた後だったりとか、特にレックスをやった後はオイル交換をしなさいよっていうのはこういうことなんだと思います。これだけ汚れるから、ヒューエル1を入れて、レックスを施工してだいたい500キロぐらい走ってもらいました。ハニーにはね、これハニーの車なんで、はい、ハニーにはだいたい500キロぐらい走ってもらって、でそれで結果こんな感じになりました。すごいね。はい、なんか神話だと思ってたんですけど、こんなに変わるとは思わなかったです。ちょっとびっくりですね。